石破茂君をもって当選者と決しました。こんにちは、泥沼議会です。新総裁は石破茂氏に決定。ネットでは絶望のワードがトレンド入り、方々でも絶望の声が多数発信されました。動画の拡散のためにも高評価、感想のコメントよろしくお願いします。都道府県票は47票となります。これより各候補者の得票数を申し上げます。議員票は高市早苗君173票、石破茂君189票、都道府県票は高市早苗君21票、負けた、石破茂君26票、合計は高市早苗君194票、石破茂君215票であります。すごいね、すごい政党だね、自民党。まあ総裁公選規定第23条第1項により得票数の多かったものをもって当選者とすることとなっております。よって石破茂君をもって当選者と決しました。まあ、だこれがその自民党が出した答えってことですね。党員票をでも高市は勝ってたわけで、はい。お、議員票173、石破。マジか、月曜大暴落です。終わった。月曜日はデッドボールだ。デッドボールだ。パパ月曜日やったってでもやば。喜んでらっしゃる方もね、やっぱりもちろんいらっしゃって喜んでいる方が。いえ、まさかの。喜んでる人いる。マジか。すごいぞ。なんだよこれ。うわ、マジか。うわ、日本どうなる。はい、173対189、はい、高市さんが21票、都道府がね、あ、じゃあ石破だ、はい、189票、高市さんが194票、石破茂が215票、215対194で、石破茂が、新総裁に選ばれたってことですね。これはもう自民党打倒ですね、これは。まあ、まあ、あのいうことでね、石破さんも5度目の挑戦かな。だってこの人本来は死にたいだったわけですよ、河野太郎の時出れなかったんだから。それがね、自民党も人材不足もう極まりじゃないこれ。まあまあ、いやー、まあね、最後まで何が起こるか分からないというところで油断は大敵と申し上げていたんですが、とはいえね、やっぱりあの第1回投票を見たら期待せざるを得ないと言いますかね、はい、その通りです、はい、で石破ですかと、まあ、正直ね20秒ぐらい固まってしまいました。私も無言でしたよね本当にね、
ていうか、はい、まあ今回誰がなったらね最低だったかなというふうに考えてみると、はい、多分小泉進次郎がなるのが多分最低だったと、ね、要するにこれはこう頭の悪さから言ってね、うん、最低だった、はい、でもね最低だけど、まあ、さっさとやめてくれるだろうっていう感じもしましたね、はい、頭が悪いから、うん、だけどこの石破っていう人はね、ええ、左翼受けいいじゃないですか、はい、だからね結構こうね、朝日新聞とかからね、うん、持ち上げられるんじゃないかなと思いますね。開票結果が告げられる瞬間まで為替もあれ時系列で見てたけど分かるんですけども146円か7円ぐらいに突っかかるぐらいまで言ってたんですけどなった瞬間ドバーンって今3、4年まさかっていうところで売りが入り、まあ、正直言うと僕、今日はドル円とか日経のポジションは取ってなかったんです。で昼からスル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 土地も上がるからもしかしたらスケベ根性で取ろうかなみたいな気もあるんですがそれはやらなくてよかったって結果論で言うと思ってます。ただいまの議員投票の結果投票総数は367票であり交付した投票用紙の枚数もこれと符合いたしております。このうち議員投票の有効投票数は362票であり都道府県票は47票となります。これより各候補者の得票数を申し上げます。議員票は高市早苗君173票、石破茂君189票、都道府県票は高市早苗君21票、石破茂君26票、合計は高市早苗君194票、石破茂君215票であります。総裁公選規定第23条第1項により得票数の多かったものをもって当選者とする。皆さんが ゲルが勝ちました。決選投票まで進みましたけれども、はい、最終的には敗れました。まずこの結果どのように受け止めていらっしゃいますか。はい、まずは当選された、石破新総裁に心よりお祝いを申し上げます。まあ、私の敗北は、まあ、私自身の力不足でございます。多くの方に助けていただきながら申し訳ないことだったと思っております。一方で1回目の投票においてはですね、党員票、まず全国の党員からの投票全ての候補者の中で一番多く得票するという結果がありました。この、まあ、支持の広がりについてはどのように感じていらっしゃいますか。はい、まあ、本当にたくさんの皆様に応援していただきありがとうございました。結果を出せずにすいません。各社さんいかがでしょうか。すみません、 TBS テレビです。これで総理の道は終わったわけではないと思うんですけど、次チャンスがあればまた挑戦したいというお気持ちはありますでしょうか。まあ、今日結果が出ましたので、まあ、これからのことを今考えられる状況ではありません。本当に全力投球をし、まあ、自分なりにできる努力は全部したと思っております。読売新聞ですが、はい、石破新総裁に改めて今後の日本の国家経営を担っていく上で、まあ、求めたいこと、そしてどのようにご自身で支えたいかお考えをお願いいたします。まあ、それは選ばれた総裁自身が、お決めになることで、まあ、私は敗者でございますので、何かを申し上げるというのは差し出がましいことだと思っております。まずは総裁が方向性を示され、また自民党は、政調会でもギリギリと議論をする、まあ、そういう組織でございますので、まあ、しっかりとみんなで知恵を結集して
国家そして国民の皆様の利益を、まあ、最大化していくべく、まあ、一国会議員として、支えさせていただきます。朝日新聞の笹山です。結果わずかだったんですけれども、はい、何が最後足りなかったというふうに考えてますか。国会議員の皆様からいただけた票でございます。これはもう、まあ、私自身の、責任でございます。日本テレビです。安倍総理のご意見などに今回の結果をご報告に行かれるんでしょうか。まあ、今日が安倍総理の国葬儀から2年目の日でございます。まずいいご報告ができなかったことを申し訳なく思っております。今後の予定についてはまだ申し上げられる状況にはございません。NHK ですけれども、はい、申し上げます。まあ、自民党としては、まあ、この新体制が発足するということになるわけですけれども、今後ですね、もし石破新総裁あるいは、まあ、総理から、人事の打診などがあった場合というのは大きになる。まあ、もう仮定の話にはお答えできませんし、まあ、今からはもう一国会議員として、まあ、しっかりと自民党を立て直していく、まあ、その一助になればと思っております。いかがでしょうか。高市候補、以前教育政策についてお伺いした際に今大学名交付金を下げるという上げるように要求するという話だったんですけれども、それは今回の総裁選、ちょっとごめんなさい、はい、最初の言葉で以前大学の名交付金についてお伺いした際に上げるように要求したという話をいただいたんですけれども、はい、実際にですね上げるのは来年からなんですね。そうです。来年から学費が値上げされるということで、東大では学費が来年から値上げされるとのことで、その、政策は学生にとってあまり意味をなさないというふうな指摘があるので、それについてどう考えますか。まあ、運営費、国付金や家計費につきましては、しっかりと上げるように、まあ、現在もまだ大臣でございますので、まあ、これは骨太の方針への盛り込みも含めて、お約束を果たせたと思っております。まあ、それぞれの大学が、それをどうお使いになるかというのは、まあ、それぞれの大学の判断なんですけれども、また新しい政権ができましたら、まあ、その中で方針が決まっていくものだろうと思っております。それは高市候補の掲げられていた教育の機会均等みたいなものについて どのようにこう一貫するかなというもう私はもう総裁、にはなれなかった人間でございますし、今の国家経営に関われる立場でもございません。私個人の見解としては以前に申し上げた通りでございます。それは石破候補が総理大臣になった後にもそういった掲げられていた政策っていうのはその理念っていうのは持続していくと思います。まあ、一国会議員としては、その発信は自由な政党でございます。高橋さん、すみません、改めて今回9人出た中で地方票が1位だった、はい、これについての受け止めを改めてお願いします。はい、もうそれは本当にありがたいことだったと思っております。また一生懸命頑張ります。まあ、それぞれ地方で自民党の、まあ、国会議員も地方議員も選挙で勝ち抜いていかなきゃなりませんので、まあ、もしも私のようなものでよければ応援に駆けつけます。よろしいでしょうか。ありがとうございました。